アイルランド・アイもしくはアイルランドの目はアイルランドのダブリン県フィンガル市の海岸沿いのホウス港の真北にある小さな無人島である。この島は観光用のボートで簡単に訪問することができる。島は管轄上はフィンガル市の一部であるがかつてはダブリンの町の一部であった。アイルランド・アイの海岸背景にホウス岬が見える。 マーテロー等の残骸と8世紀の境界が過去、この島に居住者がいた名残である。ケルト時代にはエリアの島と呼ばれていた。エリアとは女性の名前で、これはアイルランド語で、アイルランドの呼び名であるエールンから派生したエリンと混同されていた。島の語、バイキングの言葉で同じ意味の愛に置き換え、そのため島の名前がエリンの愛となり、最終的にアイルランドの目となった。 以前は、イニス・フェイスレンとしても知られていた。ホース選手の写本は、8世紀から10世紀にかけて、島の修道院でほとんど書かれたと言われている。アイランド・アイは、村の教会の最初の場所であり、セイローレンス一家がこの地域を引き継いだ時の地域の初期の要素でもあった。9世紀後半、バイキングが島を攻撃し、10世紀に再び戻って、シル・マクニー西を破壊したが、 現在は、シダやブタクサに囲まれた建物のごく一部しか残っていない。13世紀には、教会として機能しなくなった。すべての修道院の活動は、本土のホウスにある生命あり修道院に移された。マーテロー等の廃墟と8世紀の教会は、以前の居住の唯一の兆候である。教会はここ数世紀まで、ホウスの教区教会として機能し、すべての奉仕のために、 ボートに乗らなければならないという制限のために、最終的には村の教会にとって変わられた。1803年に建てられた2番目の人工建造物のマーテロ等は、ナポレオンによる侵略の可能性を撃退するために、ヨーク公爵の指示に基づいて、ホウスで建設された3つのうちの1つだった。地上5メートルの窓の入り口には、窓から吊り下げたロープで出入りできる。 サラマリアルイーザカーワンの遺体が発見されたロングホール1852年9月にダブリン在住の画家ウィリアム・バーク・カーワンは妻のサラマリアルイーザカーワンと共にホースへ訪れた午後に地元のセンドーンが夫婦を島に連れて行ったカーワンは絵を描く予定を立てていたと言われ妻は島の牧歌的なビーチの一つで水浴びをしていた船乗りが夫婦を迎えに戻ったマリアは 行方不明になっていた。ウィリアムは先導と島を捜索し、マリアの遺体が岩に打ち上げられているのを発見した。最初の検視では死因は歴史だと結論付けた。しかしその後、ウィリアムは別の女性との二股生活を送っていることが判明した。ジョージ王朝時代のダブリンでは不定が非道徳的とみなされており、ウィリアムは妻の死後1ヶ月で、 殺人容疑で逮捕された。彼に対する証拠は、島からの悲鳴を聞いていた、ホースの桟橋の通行人を含め、ほとんどが状況に応じたものだった。判決は、有罪とされ、死刑を宣告されたが、注意の介入により、終身刑に減刑された。ウィリアムは、刑期の27年を費やし、解放時にアメリカ合衆国に向けて出発した。 しかしこの事件に関して、マテアス・マクドネル・ボド近著者のアイルランドの有名な裁判では、殺人は発生しておらず、代わりにマリアが発作により偶発的に歴史したと主張した。アイルランドイは、本当、様々な岩、トゥラと呼ばれる島で構成されている。最も特徴的な場所として、スタックと呼ばれる巨大な岩がある。これは、海スズメ、大橋海ガラス。 フルマカモメ、カモメ等を含む何千もの海鳥の巣となっている。アイルランドで5番目のカツオ鳥の巣は1980年代にこのスタックの上に作られ、毎年数百のペアがそこで子育てをしている。大きなウノスが島に存在し、二室の目鳥の数羽のペアが子育てをしている。また、灰色アザラシは周囲の海にたくさん生息している。アイルランドイにある。 マーテロー島アイ自体がタウンランドで登録面積は21.5ヘクタールである。アイルランズアイには下記はホース港湾の2つの小さなボート会社が運航し、一部の訪問者は渡し、船で向かっている。島への上陸が制限されたことはなく、入場料はない。他の観光船が島内を移動するが、停泊しない。島は長い間。 マイナーなロッククライミングの場所として確立されてきた。1940年代から約28のルートが記録されているが、1910年代以前から島でクライマーが活動していたと考えられている。4月から7月の海鳥の映像機には登山は行われない。2015年6月、アイルランズアイの大部分がハリエニシダの火で燃えた。ありがとうございます。